はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート90ということで90週目いきたいと思います。今回ね、ちょっと逆、いつもと逆なんですけど、ちょっとね、まあまあ、説明上ね、逆の方がやりやすいなということで、ちょっと、逆でやらさせていただいております。今日のテーマですね、9月議会ということで、まあ前回とね、スタート一緒なんですけど、まあ今ね、まさにこのね、今日の月曜日から、まあ今日1週間かけてね、決算委員会、まあ3日間、合計で4日間開催するんですけど、月火水と、決算委員会っていうのは開催中です。でね、決算委員会って何なのっていうところがあるので、まあね、まあ知ってる人も多いかと思うんですけど、ちょっとその辺のね説明をしていきたいと思います。まず資料一つ目ね、こういった決算歳入歳出決算書という資料をね、いただいて、まあ、これをチェックするっていう内容なんですけど、まあ要はね、自治体の歳入ってどれぐらいお金が入って何に使ったかっていうのが全部出てるっていうことで、まあね、これをね使いながら決算チェックね、確認をして最後承認するっていう形なんですけど、これみんなわかるかな、この辺の説明をちょっとしたかったんです。わかりにくいと思うんですけどね。まあね、1年目ね、僕ね、これを見てね、決算委員会に、まあ、参加しまして、でやったんですけどね、もうね、はっきり言って新聞完封やったんですよ。全然わからんくって、なんかもうチェックできたんかなっていうぐらいの感覚やって、で、終わった後ですね、まあね、いろいろ、またね、終わってからなんですけどね、こう結局何やったとかいろいろね、各課に聞きに行ったりする中で、実はね、こういった資料ね、施策の成果っていう資料があることに気づきました。で、これがね、何かっていうと、先ほどのね、全部数字で書いてたのを、事業ごとに数字と文字に落とし込んでくれてるやつだったんですね。で、これは、すごいわかりやすいなと思って、で、ここにね、わかります?決算額って書いてるんですよ、ここはね。で、これを全ページも足していったら、結局ね、この歳出、支出の合計のも9割以上をね、これに書いてたので、まあ、もうこっちでチェックしてもぶっちゃけね、これね、2年目、3年目やっても、わかる自信が僕なかったんでね、これ議会の活性化委員会でもね、次回からこっちでチェックをしてほしいと、チェックするように、こう、体制を変えてほしいっていう提案を出しても、それもね、承認していただいて、それからね、こっちに、こっちをベースでね、施策の成果をベースに、なんですかね、まず報告をいただいて、チェックしていくっていう流れに今は変わっております。でですね、まあ、これでね、やっていただくと、まあ、この中でね、もうちょっとこういう情報があった方がチェックしやすいなっていうので、付け加えさせて、僕これも私の方でお願いして、付け加えていただいたのがここですね。財源内訳ってやつですね。っていうのが、これね、まあ、決算額だけ当初はね、書いてたんですけど、これね、結局、こん中の金額が、どんぐらいね、例えば国からの補助金頑張って取って、県の補助金取ってるのかとか、まあね、あとね、これ、地方債って書いてたりするんですけど、これ、借金したやつ、額なんですよ。ね、借金してやったのか、まあ、その他っていうところが、まあ、これ、大抵ね、基金繰り入れって言って、貯金から使ってるっていうパターンと、一般財源っていうのが、いわゆるね、もう、言うたら自腹ですよ。自腹でやってるのか。つまり、これね、どういうことかっていうと、補助金がね、結構多いやつっていうに関しては、そのね、僕個人的な意見であれですけど、まあ、成果はね、しっかり出してもらわないかんですけど、そこまでね、むちゃくちゃちゃんと出さないかんっていうわけでもないんかなと思って、どちらかというとね、これね、一般財源が 100% とかね、要は自腹切ってかなりやってるやつに関しては、きちんとね、成果出してもらわな困るよねっていうところも含めてですね、まあ、こういったね、財源内訳を書いてくださいっていうところで、まあ、私自身もね、提案をして、まあ、これもね、またね、皆さんがご了承いただいて、まあ、行政の方もね、しっかりこうやって書いていただいた上で、今ね、チェックしてる状況で、まあ結構ね、中身、ポコポコね、もうちょっとこうやった方が、チェックしやすいなっていうので、結構ね、提案して、書いていってもらってます。でですね、まあ具体的にどんな感じかっていうところを、まあちょっとね、僕のやってるパターンで、
タブレットね、しっかり使わせてもらってます。僕ね、大抵ね、これね、2画面開いて、まあ、こうやってね、こっち広げて、まあ、行政をね、結構、この、歳入、わかるかな？歳入、歳出、歳入総括決算、総括表っていうところでね、これをまず説明していただいて、その後に、こっちがですね、施策の成果っていう説明をこれしていただくので、まあ、2画面開いてて、まあね、こっち聞くときは、大きくする。逆にこうなった時はこっちを大きくしてもなくしてしまうみたいなね、ところでは全然ページでこうなったな。ああ、っていう感じでね、こうやらさせていただいております。でね、どんなチェックとかどんな質問をしていくのかっていうと、例えばのところなんですけど、まあこれね、小豆島町漁業振興協議会、のね、水産業振興費、の中でまあね、140万っていう決算額があるんですけど、まあね、今回ちょっといい例があったんで、これをしたいなと思ったんですけど、まあね、これ国庫支出金が予算では70万の予定、でも決算では36万6千円になってますと。で、こちら行くとね、事業経費はね、140万で一緒なんですけど、まあ一般財源もともと70万の予算額の予定が、103万なんて増えてるので、これってね、ほら、自腹の方が増えてるってことじゃないですか。もともと補助金で、ね、70万補助金で70万一般財源なんで140万ね、半分は補助金でやる予定が、実はもうね、半分じゃなくなってると、いうので、これってね、どういうことですかと、きちんと、補助金とかね、取れるようにしてなかったんですかみたいなね、こうチェックをしていかないかんので、まあ、さっきみたいにね、結果一般財源自腹切ることが多くなってますよね。じゃあ成果はどうなってるんですかっていうね、感じで、こういった形でね、結構皆さん、しっかりチェックをしてます。なんかね、まあ、課によってね、めっちゃ長かったり、もうね、やることなかったり短かったりもするんですけど、まあ、こういった形で今ね、決算委員会においては、こういう施策の成果っていうのをベースに、しっかりとチェックをさせていただいて、まあ私もね、ほんまね、初年度に関しては、これ、承認って言えるんかな、俺、ぐらいのね、感覚で、ほんまにね、納得感、ほんまゼロやったんですよ。で、それでは、さすがにね、まあ議員やってるのにね、できかないなと思って、しっかりとね、自分がチェックできるような状況の、もうこう、なんつうかね、資料を作っていただいて、今提出していただいて、まあね、ある程度しっかりチェックできてるなっていうところの自分の納得感も得れて、もう少しね、今後もね、まあこれだけじゃなくて、もう少しね、ちょいちょいね、こう変えさせていただいて、よりね、まあ極論の話ですよ。極論の話。私が次の選挙で落ちてもね、次また新しい人が入って、なんのこっちゃわからんっていう風にならんようにね、しっかりとチェックできる、まあね、仕組みというか、状況だけはね、しっかり作っておきたいなっていう風に思いまして、まあ今回もね、先週の金曜日かな。金曜日にもうすでにね、第1回の、この決算委員会、別っていう決算委員会があって、その中でですね、あ、こうやって書いた方がいいかなっていうふうにまたね、発見したことがあったので、それをね、また議会活性化委員会にかけさせていただいて、まあ、承認いただければね、来年からそれをまた運用していっていただくっていう、まあ、そんな流れにね、なっております。なんか、わかりましたかね。なんか今日はうまく喋れた自信がないな。はい。まあね、わからなかったらまたコメントでいっぱいください。よろしくお願いします。本日は以上です。どうもありがとうございました。